はい、吉谷さん、焼き土下座ですよね。まあ私もね、同じような感想を持ってます。黒崎さんにしても、この利根川さんにしても、勝つときは徹底的に勝って、敗者に、きちんと負けのね、代償を払わせるんですけども、いざ自分が負けたときにどうするかですよ。やっぱり多少の動揺とか恐れはありますけども、きちんとですね、負けた責任を取るというね、勝ったときは勝った責任を取らせ、負けたときは負けた責任を取らせってことで、すごくフェアなんですよね。もう命乞いして、ごめんなさい、許してくださいって言わないんですよ。で、カイジもそれを組んで、最後ね、指を切断するときにしっかりと負けを刻んでるんですよね。で、周りにいる人は許してくださいって言うわけですよ。で、結局カイジとその他の借金を抱えた人の差っていうのはここに大きくあるなと思って、ここはね、すごく感銘したところなんですよね。で、カイジの覚悟と利根川さんの覚悟っていうのはイコールなんですよ。同じ蛇なんですよね。そこにね、なんかね、ギリギリまで勝負をして、勝者と敗者が同じステージに立ってるってことを感じて、まあなかなかね、このドラマいいなと私は思うわけなんですよ。で、私もですね、まあ長い間麻雀という競技に触れてきたこともあって、麻雀ってね、まあはっきりと言いにくいんですけども、お金をかける場面が多いんですよ、麻雀に対して。ね、麻雀屋を経営してる人ってのはお金をかけてるわけなんですよ。お客さんにお金をかけさせてるわけなんですよ。私は違いますよ。私は違いますからね。麻雀屋もないですからね。今、経営してる、いろんな麻雀屋がありますよね。お金かけまくり。ね。すごい。お金かけてる。もう、すごい。いいんですよ。いいんでしょうか。深夜営業して、もうね、無法地帯。そんなことしてるんですよ。そんなことをしてるんですけども、それはちょっと置いといて、今回の議論とは違うんで。勝ったら持ってく、負けたら払うっていうものに慣れていると、負けた時の覚悟の出来方っていうのがもう違うんですよね。だからそれはね、ある意味私はネットビジネスやるときに腹がくくれていたところだと思います。例えばアフィリエイトってものを私は勝負の場に選んで、このアフィリエイトで自分の人生が改革できなかったら終わりでいいやと思ったんですよ。やった結果、自分では力がこれ及びませんでしたっていう現実を突きつけられて、ついに八方塞がり、はい、お手上げってなることが分かるだけかもしれない。でもそれも一つの結果だから受け取ってやろうと思って行ったんですよ。その代わり、ちょっと手を抜いた、あの時うまくできなかった、この時諦めちゃったってものがあると禍根が残るんで、そういったものが1ミリもないように進めてきた3年間だったんですよね。その3年の結果、大きく私は結果を出せたというふうにね、多くの人に思っていただいたということなんですけども、このね、精神があるかなと。焼き土下座、カイジ、利根川さん、こういう覚悟が実際あなたにありますかってことなんですよ。この動画をご覧になっている方、例えば投資した案件がお金が出なかった、入金がねちょっと遅れた、うろたえてませんか。そういうのも込みでお金預けてるわけなんですよ。投資とかビジネスって必ずお金が増えるっていう風な約束は誰もしないんですよ。そういう風なことを期待してるだけです。期待してるんですけども、期待通りにならないこと、仮説通りにならないこと、思った通りにならないこと、予定通りにならないこと、これ当たり前に起きるんですよ。この当たり前を受け取ってないからうろたえるんですよね。あ、自分のお金はどうした、コインチェックに入れてお金が返ってこない、どうなってるんだみたいな感じでね、動揺するんですよ。これがまさにね、指を切断される直前、多くの人ね、借金を抱えた人が許してくださいって言ってるのと同じ図ですね。私は自分が負けて失う時もきちんとね、その失った自分をしっかりと正面から堂々と見ていこうと思います。これね、敗者の権利なんですよ。負けを味わうっていうのが敗者の権利です。そっから逃げてしまうと敗者にもなれないんですよ。勝負にならないってやつですよ。勝者にもなってないし、敗者にもなってない、勝負になってない状態ですよね。で、こういった足元のぐらついた状態を続けるよりかは、勝った時はもちろんなんですけども、負けた時もしっかりと私はね、足元を踏みしめようかと思いますよね。そして、このね、頬に食らったパンチの痛みを深く胸に刻んで次に生かそうと思います。そういうふうにね、復活っていうのはダメージを受けたっていうふうに認識しないと、徹底的にやられた、自分は失った、奪われたって思わないと復活ってものになんないんですよ。だからね、小傷ぐらいで、ちょっとしたね、擦り傷ぐらいでやられたとかね、最悪だとかね、ダメージだとか、心が折れたって言ってる人には私は全然ね、相手になんないと思います。私のね、心の折れなさとかね、 へこまなさとかね、もう勝負しろって感じですよ。どんなことがあってもね、立ち向かっていきますからね。で、負ける時もあるってこと、これはね、男塾塾長の枝島平八さんの言葉ですけども、男女のことを言い出したらちょっとキリがないんですけども、一応言わせてくださいね。男の人生って勝負の連続なんですよ。勝負である以上、勝つ時もあれば負ける時もある。負け際が肝心なんですよ。その時に男の進化、人間の進化が問われるんですよ。負けてる時にね、うろたえて、這いつくばって、許してください、間違いだったんですよ、知りませんでした、反省するんでとかね、私はそれはできないな、負けたんだ、持ってけだろ棒みたいな感じで、こうですね、
ほら油風呂じゃんみたいな感じですよね。ではこんな感じでございます。失礼します。